はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにトルネコですねの大冒険やっていきたいと思います。前回が10月24日だったので、約1ヶ月半弱ぶりですね。はい、ぜひ、前回はドラゴンにやられたりして、結構もったいない死に方をしたので、もったいない死に方だけはしないように、リレミとお巻物があったらなるべく帰れるようにしたいと思います。欲張らないようにいきます。ツイッチの、ツイッチで今回も配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブを YouTube に残します。2日後12月4日21時頃からプレミア公開予定です。 YouTube、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネル、 YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウント持っております。ぜひ、見てください。 YouTube、X のアカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズビジット&フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。いいえ、じゃあ行きますか。スタート。まず一回、あ、いきなり。OK。まずは。そうですね、アイテム、草とかパンが手に入った、ね、このゲーム難しいとか、アイテムの枠が限られてることなんですよね。敵多いな。金あった。レベル上がった。アイテムが全然見つからない。盾だ。三鏡だ。プラスワンだった。三鏡錆びないからね、いいと思います。呪いがあってもそんな影響はないからね。ここにあるのか。2倍の速さで動いてきます、ゴーストは。じゃあ、やっとこうか。火炎草、メダパニ草。草もね、5% 体が膨れるんで結構使える感じです。こっちはまだ行ってないんだよな。ここが最後だが、アイテムがないんで、もうここは用がなくなった。どっちが近いんだ。後半に行くほど罠が多くなるからな、気をつけないといけない。2回
なるべくこういうふうに待って格好撃破しましょう。誰もいないじゃないか、誰もいないっていうか、お、音切りそうだ、音切りそうはフルの状態だと最大ヒットポイント上がります。お、音切りそうだ、力を種だ、力を、力が9の9な、デフォルトでは8の8だけど、これで1上がりましたね。攻撃は最大の防御とも言います。メッキだ、メッカ神谷でもメッキする必要ないんだよな。メッキや巻物はいらない。基本的に盾っていらんしな。メッキも巻物必要ないや。じゃああれは便利かもしれんけど、もんじゃだ、レベルが上がった。腹減らずの指輪ですね、欲しいのは。まだ弓持ってないからな、まあやる必要はないでしょう。これって行き止まりだから、これ以上行くと価値がないよな。でメッキの巻物は置いておきましょう。下ります。うっ、あ、インパスだ。行き止まりか、目がパリそう。なんだ、インまたインパス、あ、毒消しそう、いいですね。一個は確保しとこう。あ、さすがにまだ魔法使いと戦うことはできないからな、今の力だったら。銅の剣か、まあ2つあるんだったら、ん、下になんかある、音切り、あ、音切りそうだ、頭回復、音切りそう割合、絶対値じゃなくて割合回復するんで悪くないです。そうだ、ここにいるんだな、ここにいるんで、今戦うことは得策じゃないからな。あ、まああんまり大ダメージは受けないの。22% か、川の盾ですね、本当欲しいのは。なんだ、何もないってことは、もう戻ろう。いらない草はないな。で地下4階、そうか、ルーラソーは本当にやばい時に持っとくといいからな。ギリパッド矢はな、3種類あるからな。こいつは分裂するんで経験値稼ぎになる。レベルアップ、
ださいね。 OK です。終わった。6% か。なんかな、大なめくじの顔がムックに見えるんだよな。なんだこれ、トルコ石の指輪使いましょう。いらない、置いときましょう。まあでもいいか。これ大きいパンで 100% 回復いいか。腹ペコ指輪来てもすぐ腹ペコ指輪ってわかるから、欲しいのは腹減らずなんですよ。腹減らずが無敵。またお前か。レベルアップいいんじゃないでしょうか。スモールグールで経験値稼ぎ。無限スモールグール編。あ、まだいるんだ。まだ分裂する。レベル6に上がった。嘘でしょ？ようやく倒しきった。終わった。ちょっと足踏みして回復しつつ、あ、もんじゃだ。もんじゃがいる。そろそろお化けキノコとか、デバフがかかるやつもいるから気をつけないとな。石像はまだ動かんと思うんだけどな。うわ、ミノーだ。インパスがない。これであそこ以外は全部探したってことだろうな。何にもないな。じゃあ行きましょう。地下5階に入りました。お金あ、バイキルト、道剣にバイキルトってどうなんだろう。でもなるべく枠が限られるので読んだ方がいいです。なんだろう、お金か。まあお金でかーって言って馬鹿にしてられないか。はあ、鉄の斧が4に対して銅剣1が一緒じゃねえか。これって攻撃力が上がるぞ、上がるぞとどっちも一緒なんですよね。だからどっちがいるかって言ったら分からん。向き不向きってでなかったと思う。あ、またお前か。そろそろ倒せるんじゃないかな。まあ油断は禁物です。ん、どこにワープしたんだ。あ、そんな矢を持ってないからな。お金か。
そうじゃ。52% 減ってんな。これがね、腹減ら、あ、来た。一発一撃になるべく倒せればベストなんだが、なんかある。イオか。イオは便利ですね。モンスターハウスで特に便利。え？何してるんだ俺。うわ、こんなのあるんだな。下りましょう。これで6階ですか、うん、あ、鉄の斧、あの置いとくつもりやったのに。まだいるんだドラキー。ちょっとなんか不安だな。またいいようだ。まあ、杖だ。あんまり使いたくないな。やっぱりインパスあってからの方がいいよな。いや、いらない。経験値は稼げるのは分かるんだけどな。経験値稼ぐより死なないことの方が大事。あ、あ、油断してた。やばい。あ、危ない危ない。後ろからついていってた大なめくじ。ちょっとさすがに。あ、来た、リレミット。どうしよう。とりあえずいらんものをまず置こう。鉄の斧だ。鉄の斧いらん。満腹度がな。まあダメだ、帰ります。千二眼。あ、やばい、鬼面同士だ。ワープさせられる。結構硬いんですよね鬼面同士。防御力も高いな。またお前か。また無限進む。9%。4体になった。また無限すごスモールグール編が始まった。本当終わらんな。ようやく終わった。そういえば最近全然あのヴァンパイアサバイバーズやってないな。あー、いらん。いらんいらん。インパスが欲しい。地獄民、まあいるけど、今一番欲しいのはインパスなんだけどな。今何パーセントだ？ 3% か。
鋼鉄はいらん。ん？ちょっと待って、鋼鉄いらんよな。いや、お前はいらん。あー、ついに力が下がった。あー、あ、魔法使いか。硬いな。あ、またお前か。よし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 。回復回復。どっちがどうなってんだ。まだ行ってないところはないよな、多分。ちなみにアイテムは、ちょっとメッキが置いちゃった、メッキを使おう。は、あー、間違えた。装備してる状態でメッキを使うんだった。からなんだろう。あ、盗みやがった。まあ気にしない。リオ、あ、ゼロゴールドなんだ。いや、ゴールドよりまずはちょっとアイテムを確保したいよね。あった、杖だ。あ、初めて木の矢を得た。じゃあこいつ撃ってみるか。現地12、これ戻るだけ。一撃であった。え、メッキはもうないんだよな。いらないよな。何これ、魔法使い。あー、毒矢だ。えぐい。一撃やれるじゃないか。お、あー、聖堂はいらん。鋼鉄、早くこの辺の杖を。どこにいるんだ。いや、精度はいらん。鋼鉄もいらん。この辺を本当はメッキしたかったんだけど、出た、初の。に倒した。結構強くなったな。もうパンないんだよな。うわ、結構矢がなくなってる。お、今度は またお前が邪魔してんのかよ。あー、いらん。からいらん、聖堂立てやんか。あ、パンだ。しかし腐ったパンだった。しし、あの、こっちは毒消しを持ってるからな。なんだ、だから意味はないわけじゃない。9階です。
OK。 お金が腐ったパン2つ目今 50% か、アイテムはもうこれでいっぱいになっちゃってるよな。レベルアップしたがちょっと、あ、やばい、一旦ルーラー層でワープ、これ火炎層でもよかったんだが、お前火炎層かな。ここはピンチを逃れたが、今何パーセント？ 49 は？当然撃たれる。動かないか、まだ本物じゃない。うん、かか難しいな。今力が2減ってますからね。あ、いろいろある。あ、パンだ。パンを食います。ワープするよね、知ってた。で、インパスで指輪から行こうか。まずボミオス2。お、地下の指輪だ。これは装備、間違いなく装備。ハラヘラズが最高なんだけどな。モロバってなんだ。自分のヒットポイントが半分、微妙だな。これはいいな。いいことはいいけどな。特殊動作を封じるのはいいかもしれない。でも炎、確かドラゴンの炎は防げないんじゃないの。使うとしたらミステリードールとか、あと踊る人形とか、結構そう考えると重要かも。マップのヒットポイントが半分になり、モンスターのヒットポイントは1になるか。できた。飛ばされなかった。動かない。動く、こいつはもうあれだからな。え、矢は6本か。また盗まれた。え？ああ。あ、行き止まりだったんだ。皆さん、よしよし、またかよ。あ、危ない危ない。
あ、力を耐えだ。ここでまず腐ったパンを食べる。毒キスを飲む。力の種を飲む。13に上がる。一撃でやれる。さあ10回入りました。スカラーの巻物だ。今装備してる盾が三鏡だから、三鏡の盾2に強化。錆びないんだよな。まあ全然敵ではないからな、三鏡の盾を装備してる限り。ぶっ飛ばされた。動かないな。こっちからやるか。盗まれた。ああ、お金がゼロになってしまいました。まあいいんですけどね。攻撃キノコ一撃でやれるようになった。お金がちょっと戻ったが、あ、ここ行き止まりか。レベルアップ、力の種いいですね。こいつ何者だっけ。あ、もう盗むやつだ。うるさ。お、パンだ。あ、腐ったパン盗んだな、こいつ。あー落ちちゃったや。ん、いきなりさまよよ。この辺から敵が強くなってくるからな。封印、あー火炎はないんだ。メダパイソーボミオスか。いや囲まれた。飛ばされた。いやもう強くないな。レミーラか。千里眼、セニガンアイテムがあります。あれ、アイテムは偏ってる。おかしいぞ。あ、おとぎそうだ。これはあえて持っとくことにしときます。今腐ったパンが一つだけだよな。 72%。 あ、行き止まりか。あ、敵じゃない。ボーナスステージ OK。 あ、くそ、君らが。でも強くなったな。あ、モンスターハウスでなかった。かっこ撃破。なんかいろいろあるな。
ドラゴンシールとか悪くはないんだけどな、メッキって持ってないよな。メイオ地獄耳、じゃあ地獄耳先に使っちゃうか。取る。イオはもっと来たいんで、ここで音切り層使います。ドラゴン、あ、普通の矢でよかった。ドラゴンどうしよう。いや、いいんですけどね、メッキがないから今はいいかな。酸が効く、しかし錆びない。今は 52%。 あ、宝物あった。ミナパリソーか。ミーナ腐ったパンテツ、シャナク、シャナクモロバ、悩むなぁ。イオが3つあるんだ。置こう。てかメダパリソーク、あ、まあメダパリソーク、ってこう長いな、行き止まりか。もうやることがない。いいか。焦って取り返そうとすると死亡フラグだからな。何もない。なんだろう、なんで3連続外れるんだ。どこがモンスターハウス、あ、ミニモンスターハウス的な感じかな。物足りない。この辺は省略。前し、お金、まだこいつがいる。案外死なない。何これ、性能盾いらん。お金が増える。ルーラー、そうか、欲しいことは欲しいけどな。こいついらん。あ、買えそうだ。金の盾いら、金の盾は金になるんだ。これ入水槽だ。イオだ。わからん。腐ったパンか。腐ったパン1個持ってるからいいか。イオの脇を欲しいが、え、金は、サンゴの指輪とかわからんもんな。今地下指輪が相当有効に働いてるからな。違うわ。シャナクを置いて目薬草飲もう。あ、モロバの、や、悩むとこやな。行き止まりだ。そうなんだよな。今19か。
製造盾はいらんし、あれマップ、これで、11%。どうも剣いらん。一発でやれるのも分かってるからな。あ、行き止まりか。3% か。腐ったパンが一つ。腐ったパンか。腐ったパンがどっかにあったよな。強いな、まあ攻撃は最大の防御だよな、やはりこれを見て分かる通り。返そう、金縛りは微妙だな。とにかくアイテムが足りないんだよな。ん、何、鋼鉄、お金、こいつは相手しない方がいい。アイテム取るやつ、行き止まりか。どこだっけな、パンの、腐ったパンの置き場って。だから、ん、火炎草が2、何を残して何を捨てるかっていうのが難しくなってくるよな。トラバサミまである。あれ爆弾だったもんな。いきなりお前隣にいるんかよ。あ、爆弾岩だ。うん、止めとくのが正解。ん？なんだ？65% で腐ったパンが今一つだけやな。どっか消しそうだ。火炎草が2つ、おとぎ草が1つ、イオが2つ、メダパリ草かな。いらん。メダパリソを飲んで
ミナパイソーって歩けない期間短いんだ。レミーラか。はあ。64。これ来るかもね。やっぱりね。そうでした。ルーラ層があることはあるけどな。音切り層使うのも一つの手。やっぱりルーラ層使おう。ワープ先がもう問題ではあるけどな。今どこにいる？何パーセント？57か。あ、川の盾だ。来たな。川の盾。一夜やな。でもな。川の盾はもっと来たいけど、持っといて育てたいけど、今は三鏡の盾なんだよな。あ、行き止まりなんや。アイテムがもう問題だよな。またメダパニソーを飲む。そう、邪魔しやがって。ほんと、うん、行かない方がいいかもね。転しない方がいいかも。今持ってんのが毒消し草と腐ったパンとで、今13になってるから満腹度が。ここぐらいだもんな。行き止まりか。で、この先考えるともう戻った方がいいよな。14回いきなりキメラ。あ、キメラそんな怖い敵じゃないけどね。キヨヤが一本なっちゃってるか今。あー、盗まれた。また杖だ。杖だが、あれがないとこの杖が何者かっていうのが。また盗まれた。これ何？木だ。木の矢だ。木の矢が追加でもらえた。バイキルトだ。銅の剣だな。メダパニソーを置いて、バイキルトを読んで、攻撃力強化。ちょっと腹立つけど、錆びないんだよな。アップしやがった。お前もか。お前も盗んだやつか。天中。
通の矢でよかった。今 15% だからな、あんまり欲張らん方がいい。欲張るよりは回数増やした方がいい。今 9%。 うらそうか。あ、ドラゴンシールドか。ドラゴンシールドもいいんだけどな、ドラゴンに対するあれを半減してくれるからな。ルーラスは欲しいな。正直メナパニソーより全然欲しい。あ、危ない危ない、3が効く。あ、インパスだ。え、シャナク置いて、あ、でも何もないんだ。なんとかの杖とかかな。腐ったパンを食べる。12になるが、ボミオス何やったっけ。ここでん逃げやがんな。あ、これ効かないんだ。ここは行き止まりだったか。インパスで次の杖を読みましょう。アヘンゲの杖。あ、行き止まりか。なんだっけこの辺。ドラゴンシールド3が効く。シャナクか。15階まで下がっていったな。かっこ撃破だな。止まった。で、ここから爆破した。あ、またルーラソーか。ね、パンダ。7割か。毒パンも持ってないんだよな。シャナクを捨てて。邪魔。シャナクか。シャナクそんなにいらんのだよな。ワープ、まあ止まればそれでいいんだけどな。
結構これ寝るんだよな。また出っ張り。どんだけ出っ張り好きなんだ。ルーラソーレミーラ。予防科学。イエティ2回攻撃するからな。やばいな、ルーラソーでワープ。危ねえ。あ、しまった。動く石像。あぶね。レベルは上がったが。今何持ってんだっけ。三鏡か。これで撃ったらどうなんだ。もう一回連鎖するんだよな。あれ、これって確か行き止まりじゃなかったっけ。だから行かなかったんだ。3が効くだから、あ、盗まれた。次は禁物。逃げやがったな。一発でやるね。落とし穴あった。まあどっちみち降りるんだけどね。レミーラ使ってみるか。どこにいる？危ね。毒とか、毒の沼とか怖すぎるな。怖すぎるよな。トラバサミとか。あ、飛びそうし。いらん。あ、地下を谷来た。ここで毒消しそう。なんていう、腐ったパンが今ないんだな。普通のパンしかない。毒消しそう使う。力回復する。力を食うと、これね15に上がった。まだ戦いいらん。そうでした。うわ、やば、2しか残ってなかったんだ。
怖い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 。これだとダメージは食らわない。あ、今危なかったよな。何もないのか。オミオス、オミオス、な、え？いらん。あぶね、今ヒットポイントに、あ、ゴールドマンだ。ゴールドマンじゃない、ゴーレムか。これでどれくらい稼げるんだっけ。180、すごいな。止まった。なるべく動かないことが鍵。罠が、あの、どんな罠が待ち構えてるかわからんしな。今あ、ドラゴンキラーだ。普通のドラゴンキラーだった。あー、一緒か。でもドラゴンっていう意味ではドラゴンキラーの方が強い。でまた力の種がいるんで、ごちそうさん。力の限界がワンアップ。いやー、ドラゴンキラーかっこいいな。地獄院って1個持ってなかった。ボミオスと封印を振る。結構普通のダメージを食らうな。イエティめんどくさいだけだもんな。また力の種、どんどん強くなっちゃうよ。薬草だ。薬草はいらんので、ヒットポイント増、最大ヒットポイント増加に使わせてもらいます。レベルアップ。止まりだよな。あ、ゴールドマンだ。へえ、どうしよう。イオが今3つ持ってんだな。ボミオスかな。ボミオス振ってみるか。攻撃半分になるからな。結構役に立つか、ボミオス。何にもないか。ここまでやな、全部多分これで歩んだ。パンが1個だけか今。1時間以上やってるな。
封印の杖を振る。ああ、なんだろう。ああ、いらん。一発やる。リミッター持ってるけど、あれを持ってないから、あれ、これ封印の杖か。封印の杖がいくらあるかだよな。あれ、これ回数書いてないの。封印の杖っていうのは分かっても使える回数が書いてないのかな。デフォルトでアドバイスを結構聞くからな。14%なんだよな。コンボはいらん。え、か、あ、世紀の巻物だ。有効なのだけどな、有効なのはわかるけど、あんまり自分のプレイスタイルに合わないな。アマドハンドだ。アマドハンドも結構しぶといからな。いえ、地雷だ。パンだ。メッキだ。メッキ三鏡しかない。かでメッキやってもしゃあないしな。使えない。巻物、行き止まりだ。動き出したか。え、あ、こっちか。封印の杖なんだよな。え、どういうこと。あ、こいつ倒さないと。イエティ地味にめんどくさいよな。しかも1個あたり10しかもらえないし。ポジションが微妙すぎる。ちなみに聖騎って意外と使いにくいんだよな。気がつけば19回。ないわか。は？あ、やばい、ゴーレムだ。一層ってまだもらってない。 23% か。パンがないか。もう腐ったパンがしか残ってない。目に見えない敵がな、問題だよな。鉄の矢を撃ったれ。
あんまり効かない。お、レベルアップ。あ、刀剣が今なんだ、ドラゴンキラーを装備してんのか。はい、元に戻す。メタパニソは結構被害は少ないな。カナタテ持ってんだよな。またメタパニソだ。これをやることで満腹度がなく、なるべく減ることを防止できる。死んでなかった。あ、まだいるのか。やばいな、9%。爆弾岩か。行き止まり。え、また？はあ、これ被害こもるよな。見えない敵多すぎない？草たパン。やだな。そうだよな、使えないよな結局。あ、つい倒した。どうだけいい、どうでもいい。あ、強くなってる。確実、着実に強くなってんな。はあ、帰ろっかな。気がつけば20回。そうだ、このミーク結構強烈です。あぶね。まあ、お金だけ持って。ああ、ヒットポイントも気つけないと。特殊攻撃だけじゃなくて、あ、インパス。腹ペコはいらん。今何を求めてるかだよな。いらん。あ、リネミット2つ目だ。あったら便利かもな。毒消しそうだ。
ドッキしそうか。いやでも欲しい、いる。毒液惑わしそうなんかいらん。毒消しそうは欲しい。来ないんだな。メッキ好きだな、ほんと。どんだけメッキ好きなんだよ。道具いらんよな、もう。メッキ持っとこう。でも、ほんとは川の盾だけ強化できればいいんだよな。わっ。今56か。メッキやっぱりいらんわ。あ、音切りそうだ。あ、音切りそう。今持ってもしゃあないしな。でも使っちゃおう。 OK。なんだっけこれ、銅の剣、捨てた銅の剣か。メッキー、リレミと、木石像か。インパスって持ってたっけ。ペコだからいらんって言ってたんだ。これ行き止まり？いや違う、なんかある。正規か。今 44%。 あ、パン使おう。あ、しまった。なんか雑になってる動きが。銀の矢か。矢がな。でもここまで来たら思い、あの探索するよりどんどん下に下がってもいいかもね。あの金庫も欲しい。ん、鉄の金庫って死死んでもやかな。鉄の金庫いらんよな本来。あと矢が、矢はいるよね。矢はいるけど銀の矢があるんだよな。
こうするか。行き止まりだ。あれ？これって、まあ、下がやるんか。落ちた。まあ、落ちてよかったのかもしれない。封印。木の矢か。75。強い。すげえな。まあ今は対抗できないや。火炎草使おう。350すごいな。あ、行き止まり。またかよ。いらん。どんどん下がっていこう。持ってないよな、インパス。あった。あ、見に行くかよ。アイテム、あ、やばい。ルーラーを持ってない。帰りましょう。やったね、戻ってきた。あれ、あ、 A じゃないと無理なんだ。せっかく持ってきたものを全部売っちゃったよな。ということで、2回目の、冒険となります。1回目の冒険がすごい長かったんで、2回目の冒険は厳しいな。やった、川の盾だ。呪われていても、これは1ですね。呪われてて、
レベルアップ。大きいパン一つですからね。まあとはいえ腹減りの率が半分になります。これは呪われていても変わりません。だから勘の盾最強なんです。まあし、あ、結構雑になってる感はあるよな。何攻撃受けてんだよ。嫌です。銀の矢か、今はもったいないな。大切に使おう。水槽、ルーラ槽、お金。あ、もう行けるとこないんだ。じゃあもう2階へ行きましょう。魔法使いは相手にしない。巻物だ。あ、いいですね。イオンの巻物、モンスターハウスで使います。A 押さないとダメなんだよな。上は何もないんで、あ、インパスだ。でもまだ謎の剣はない。梱包はインパスで読みましょう。梱包1か。じゃあ装備しときましょう。火力が一気にアップした。剣の強さ2か。え、棍棒にあげんの。まあでも数使った方がいい。また蚊の盾だ。呪われてんだよな。シャナクで外したら、まだ
まで行こう。鱗の盾も錆びないんです。錆びない反面、あの腹ペコを半減する効果はない。またコンボか。いや、コンボはもう投げつける装備だな。え、これって角度的に、あー違う、角度ずれた。インパス持ってたっけ。インパスあれ使っちゃったのか、コンボに。あ、いいタイミングでインパスが杖。お、いいですね、封印の杖だ。鉄の斧だ。今何持ってた。コンボか、5かで、コンボ2が3だから、コンボ、コンボとコンボ2の役割はこれで終わった。あ、くそ、邪魔しやがる。何もない。手にしないのが一番だな。顔の盾がな、一個あるんだけど、まずシャナクとかパンが二つか。そこはもうないから、もうあのそのまま入ればいいと思います。無理だわ。ひえ、ルーラソー。いや、まあ無理だわ。何でこれ。いや無理でしょ、こんなの。よかったよかった。あー、よくない。もうだ。恐ろしいスモールグラース嵐。多分倒せないよ、あったら。
ミイラ男レベル3、えぐいなミイラ男。終わりだよな。だってさ、モモンジャーやってんのに、あったら勝てるわけないじゃん。行き止まりだ。やばいな。木の矢だ。あの装備してるだけ得かも。よかったよかった。今かなわんからな。あ、スカナだ。あー、呪いが解かる。解ける。ヒスピでもまだあのあれがないんで無理です。普通のパンはないよな。じゃあ普通のあの蚊の盾はいらん。蚊の盾捨てます。うん、いらんよな。ああ、そこにしゃなくあったのか。しゃなくなくなるんだ。しゃなくいらんしな。ルーラソー。雑になったら命取りだしね。あ、いや、蚊の盾は一個しかないんだよな。一しかダメージ与え合えない。攻撃力が弱いよな。まだまだ6階へ。普通の矢だ。嫌でよかった。ああ、地下が下がった。突起しそがないとな。普通のパンダ食べちゃえ。千里眼途切りそう。メッキって今何の盾やったっけ。蚊の盾か。蚊の盾メッキしてもしゃあないしな。しばらくちょっと様子を見よう。うん、
まだ出口は見つかってない。まあ、ないんだ。もうちょっと待とう。なるほどね。赤になった。インパスないんだよな。指輪にしても。いいんだ。ちなみに縦落ちか6です。2に対して上がることは上がる。突起しそうがないからな今。金取られた。金の剣はいらん。え？いや、嫌なとこにグールがいるから。ワープした。やばいやばい、危な。金の剣だろ。え、なにこれ。やばいなこれ。ルーラソーがあるが、ピンチピンチ、本格的ピンチ。危ねえ。3%。 普通のパンはない。早くインパスが欲しい。インパスリリミット値が欲しい。シャナクか。お前じゃない。怖いな。消そうってないものか。
結構食うな。ああ無理だこれ。封印しかなくて金縛りがあって一回食らっても死なないから、なんだこれ、カード盾だ。カード盾ばっかりじゃないかよ。カード盾に戻そう。しゃなくて持ってないよな。それもともとがなんだっけ、鉄のの1だから、これだと5になるから、はぐれメタロウ剣が強い、鉄ののはいらん。そうだ、トギースはそろそろ入れたいな。じゃあ銀の矢を打った方がいい。食らうけど、また別、あー、地下の種か。
まあ一個だけアイテムがな、本当はドッケスを送ってあげくにっていうのがベストなんだけど、20% か。あと2本買えそう。10回です。いらん。あ、出た、リレミット。何を使うかだよな。コンボいらん。これでリレミットを確保した。シャナックか、シャナックもいらん。カノタテか。あ、1位になった。じゃあ在来のカノタテはいらないってことか。9%インパス来た。指輪の方がいい。あー、いいんじゃないかな。じゃあまあ装備しとこう。穴抜け結構重要ですからね。金鉄の矢が杖が何なのか分かんないな。パンダ、パンダ、あ、盗まれた。しかもおとぎにそうか。OK。 なんか逃げようとしてるってことは、
わしそう。なんとかそうはそんなにないな。盗まれた。パン、パンです。 45% だから四国民力を立て、力を立ては使いましょう。あったな。あんまりレベル上がってないのは気になるな。あ、無理だろこれ。人はもう持ってんだよな。余裕があればもう一個作るんだけど、いや、いらない。そうだ、トンギースは持ってないんだよな。あ、惑わしそう。でもね、惑わしそう必要な時は必要だもんな。マスカラだ。今盾は何だったっけ。盾は蚊の盾か。じゃあいるな。置いて、蚊の盾2に強化。ああ、あ、よかったよかった。トギ製造盾はいらん。イオはいるな。封印があって鉄の1で、今ハグレメタの剣があるんだ。あ、鉄のいらん。鉄のさらば、イオの巻物に切り替え。危ない危ない、怖い怖い。あ、バイキルトだ。バイキルトは
今はぐれメタを剣持ってるから、強化で、当然スカラも強化で、強くなる。まあ力が今5だろ。剣盾の強さが結構アップしてるから、行き止まりなんだ。わっ、来られてる。いや、装備してない。ん、あ、鉄の矢がもうない。気をつけないと。銀の矢を、そう、その後で止まった。これ眠りだな。名前、あれ、何回使えるかはまた別問題として。あ、動き出しやがった。ルーラソーないな。レミーラソー、惑わしそう、惑わしそうだ。あー、しかし、あと火炎草とかもない。ルーラソーもない。イオがない。はぐれメタルはない。レミーラがない。封印は意味がない。かな、ん？金縛りか。え、なんで？あ、わからん。無理です。はい、リエミトへ帰ります。何階だったっけ。結構な、お、レベルが上がった。
はい。これ B を押すと EA と同じ効果になっちゃうんだよな。ねねってあれの、車線発行、はい、ってことは車線発行を手に入れないと次の段階進まないってことか。とかはいらんよね。イオの力の種とかまああったらいいけどな。っていう感じ。まあ川の盾だろうな。何がいいんだろう。大きいパンまあ一つはもっとこう。そう、イオの巻物、イオの巻物、レミーナ、罠抜け、カーの盾っていうのは必須だからな。エグスリソー、レミーナ、鋼鉄の、いやもうカーの盾しか持たないって決めたしな。封印、封印かな。あとはなんか自分でなんとかなりそうな杖ばっかりだもんな。アイテムばっかりだもんな。剣が持てる、イオの巻物が持てる、カの盾が持てる、ジオケンの巻物が持てる、うん、あとで言えば持っていけるんで。持っていけるんだったら持っていくことにしましょう。あれもっと不思議なダンジョンって持っていけるんだっけ？持っていけないんだっけ？持ち込み不可なんだ。もっと不思議なダンジョンって。でもな、持ち込みできる不思議、もっと不思議なダンジョンだったらいいなぁと思った。
持っていけないんだったら何の意味があるんかわからんもんな。もっと不思議なダンジョンで。最後の巻物って何だったっけ？トルネコ2っていうのもあるんだ。ヤンガスと不思議のダンジョンとか。金の盾だとフロアの敵が目覚める。で、階段を登って帰還する。ああ、結構高いんだ。照明の巻物っていうのもあって50回やって。時の砂の巻物っていうのもあるのか。まあいいや。ということで行ってみるかな。右手1ってなんだ。
これ次はもう幸せの箱を持ってくるような。でもな、段階踏みたいよね。本音としてはしてるようなもんじゃん。ラクの種。木は燃えてないかな。なんかある。あれ何これ。へえ、そうなんや。これ温泉が出るんじゃないの。すごいよね。ということで、なるほど、365歩のマーチ。ということで、このベッド、今回は2回やりまして、2回とも、生還できることができました。はぐれメタルを剣と、何だったっけ、川の盾のちょっと強化したバージョンを持ち帰ることができましたね。次回はこれらを使って楽な状態で幸せの箱を取りに行くってとこまではいかないけどね、少しずつ強化していきたいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。Twitch のアカウントフォローぜひお願いします。Please my Twitch アカウントフォロー please。この動画のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。プレミア公開で2日後8日21時頃から、見れるようにいたしますので、ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。まあ、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 Twitter X マイアカウント
Please visit and follow and repost and good button please、はい、トルネコの大冒険不思議のダンジョンお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。明日は、7日か、シティーズスカイラインか、対抗リシネ5やると思います。ぜひ見てください。あ、もしくはキャプテン翼2かもしれません。はい、ご期待、問題なければ、特に用事がなければやりますのでご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。